私なんか一本切ったら大変よ、この子。気持ちいい、大丈夫。もう今度からヤコちゃんに爪切れ。爪切りよ。ヤコ爪切りは俺もすごい上手だったけど、この子だけは全然ダメだったのよ。だって触らせないもん。もう偉い偉い、ゆりちゃん。一応生まれて初めてです。ゆりたん、ゆりたん。ゆりちゃんは上手じゃない。かわいいね、この子。できた。あれも大丈夫、カメラも向いてる。こっち側の親指。八丁堀がいるからね。ちょっと待って、寄りすぎ。すごくない？あ、ゆりちゃん、生まれて。こいつに私が失敗した。ごめんね、失敗した。大丈夫ね、もう大丈夫。もう大丈夫だよ。後ろ足を切ってくれるの。生まれて初めてだよ。これはですね、昨日また佐賀木君の家に行ったわけですよ。だってこの人ほら、王女様だからさ、こういうのいろいろしてもらいたいわけよ。絶対に爪を切らさないにゃんこちゃんなんですけど、王女様のマルゴーを開く。マルゴーちゃんつってね、すごい全然ご機嫌の高い女の子です。二人とも天敵運転だね、今日は。すいません、もう遅く。じゃあでもね、こっちが点滴打ったから遅くなったんで、あ、おり。嘘、終わった、ありがとう。え、すごい。生まれて初めてできた。あら、おり子だったね、またね。またね、いい子ね。やばい、正直の子になっちゃうんじゃない。なんで帰れちゃうかもしれない。うん、やるかも、これ。じゃあ、どれを引かせなさい。光って光って。タイなんだっけ、こうした。パワー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 。はいはい、ちょっとカメラずらします。なんかそれってあれみたいだな。ブヨンブヨン。こう、はい、みなさんこんにちは。 BJ チャンネルボリューム91だって。平気なの92?1? お父さん、どっちだって。まっすぐ伸ばしちゃって大丈夫なの。大丈夫だよ。強度、いつもは91だ。91です。はい、すいません。今オープニング流したらですね、マルゴちゃん、マルゴちゃん、佐々木くんちの、ね、猫でね、ここにね、角が生えてる。すごい、本当に角生えてるね。角生えてる、言っていいのかな。角生えちゃってるね。非常に本当に可愛いね。角っていうか、こうビローン。ビローン、うん、本当に硬いんだよね。こう親指、人差し指ぐらいのね、角が生えてきちゃってる子なんですけど、うん、昨日ね、佐々木くん家また行ったんですけどね、行った理由は2つありまして、1つは佐々木くんにプレゼントした親父が描いた、昔の肖像画にニスをかけに行ったのとが1つと、それと佐々木くんは、役者 のオフの時は山にキノコを取りに行ってるんですよ。入山してキノコを取りに行って、で大量にキノコを取ってきたので、でキノコ鍋を、じゃあ本当はなんか松茸を8本ぐらい取る予定だったとか言ってて、松茸なんか取れなかったらしいので、他のキノコを取ってきたんで、それをちょっとね、お鍋にするから庄司君また来ませんかって言うから、じゃあ行きますって言うんで、それで昨日お呼ばれしてですね、まあなんだろうね、佐々木君とのいろんなつながりというか、そういうのがまた深まって、会うたびにどんどん深まっていく感じがして、不思議なことが昨日2つ起きましてですね、1つはうち佐々木君のところで俺の親父の絵にニス描きをしてた時にすごい揺れたわけよ、家が。マンションの上の方に7階に住んでるんだけど、大丈夫です。マンションすごい揺れたわけで、俺地震じゃないかっつって、で、ま、でみんなが揺れてるよねっつって、で地震速報全然流れないわけよ、俺で、あれ地震じゃないのって言って、で俺もフェイスブックに揺れたって言ったら誰も揺れてないってわけ。昨日10月10日、地震なかった。何時頃？今ぐらい2時ぐらい。いや、もっとだついてる、もうちょっと8時過ぎ、9時。ああ、揺れるの。
それで、ですごい揺れて、あ、こんなうちの味来てんのかなと思って、それがまず一つと、あと帰りにもやこ酔っ払っちゃって車の中で寝てたんだけど、であのすぐ高速に乗るんですよ、うん、で高速乗ってって、あ、まあ、その前にあのそのマルゴちゃんっていう猫ちゃんの前に、うん、ダビデ君っていうね、あのオスの三毛猫が珍しいんだけどがいたわけ、うん、その子が死んじゃったわけね、うん、それで俺マルゴちゃんとお話ししてしたら、ね、あの寂しいと、うん、でいつも写真立ての前にいるんだけど、うん、話しかけるんだけど動かないっていうわけ俺に、で遊びたいんだけどもう写真もう家になっちゃってるから、ダビデちゃんね、そうダビデちゃんがね、うん、動かないって、うん、ほんでそのでね、ずっと寂しかったって言って、うん、俺と話してたわけ、その動画もあるんだけど、うん、それフェイスブックに上がってますけど、うん、それで、まあね、今日よかったねみたいな感じで帰って、うん、で普通に高速乗ったわけよ、うん、で高速乗ってたんだけど雨がすごくて、うん、もう前が見えないぐらいでもこう、うん、もうワイプもこんな状態だったわけ、うん、これ全然ちょっとスピードも出せないしおっかねえなと思って、うん、ぐらい雨がすごかったのね、うんうん、それでしたらなんか分かんないけど、いつの間に高速乗ってたはずなのに、うん、下に降りちゃったわけ、うん、道間違えてないはずなのに、うん、これであれなんで下降りちゃったんだろうなと思って、したらまた榊くんちの 前の駐車場の向かい側の道路に着いちゃったわけ。出たー、前にもそのパターンだったこと聞いたな。え、伊豆で、そう伊豆でね。であれおかしいなと思って、なんで、うん、なんで戻ってきちゃったんだろうと思って、うん、ナビとかも全然動かないわけよ。フリーズしてんだ。フリーズっていうか動いてるんだけど、うん、ナビは高速道路上にのさ、もう指してるわけ、矢印、うん、ナビ設定は自宅に帰る、自宅に帰るになってんだけど、一回その通りに帰って帰ってたんだけど、雨がすごくて前が見えない状態のまま走ってたら、うん、いつの間にか下降りちゃってて、降りててまた佐々木さんの、また佐々木くんちの前 の,、うん、の駐車場の道路に戻っちゃったわけ、15分後くらいに、これであれだと思って、あれここ佐々木くんちだなと思って見たら、うんうん、ベランダのところに猫の影が見えるわけ。おで、この雨降ってんのなんで猫いいんだろうなと思ってこうやって見てたわけ、うん、したらスーッとその影が消えたわけよ。で、あ、ダビデちゃんかなと思って、うん、こうやって帰ろうかなと思ったら、もうまた高速に戻ってた。ん、したら高速で走ってたの、また。不思議でしょ。不思議だね。高速道路走ってるんだけど、うん、戻っちゃったでしょ。戻ってダビデちゃんが消えたのを見て、消えて、うん、じゃあまた戻ろうと思ってナビ設定しようかなと思って、うん、設定し直そうかなと思ったら、うん、また高速道路走ってたわけ、雨なんか戻ってた、うん、私は寝てたのでコメントできません。そう、この人はこんなんですよ。で途中でね、あの起こそうかなと思ったんだけど、うん、さっき高速乗ったはずなのに、うん、何して降りてるんだって怒られると思ったから、うん、いや起こさないでそのまま、まあ、とっとと高速に乗って使いは、ね、知らんぷりで走っとこうなと思ったんだけど、あ、だからもしかしたら、ドライブレコーダー再生したら、うん、なんか映ってるかもしれない、その状況が映ってるのかなと思って。それいいですね。ドライブレコーダー持ってきなよ。持ってきなって、ね、あ、じゃあ後でちょっと検証しましょう。します、うん、どうさん、変わってどうする、何変わったと、ちょいちゃん違う、ちょっと持ってきたの誰、お前そういう不思議な音がありましてですね、うん、それでですね、今日あの本当は明日 BJ チャンネル毎週土曜日配信なんですけど、うん、今日なぜかっていうと台風がすごくすぎて、台風19号、そう、19号がねすごいんで、明日だったら多分できないだろうということで、うん、かといってね、お父さん的に、お父さん的にはいつでも BJ チャンネルは休みはなしでやり通すんだというね、そういう意思があってね、意地というかね、そういう考え方がありましてですね、雨が降ろうが槍が降ろうが BJ チャンネルは続けると、そういう信念を持ってやってますので、うん、1日前倒しの金曜日の7時配信になりました、うん、はい、で今日竹本さんは本当は来るって言ってたんですけど、うん、これ言っていいの、うん、能力、竹ちゃんも能力がちょっと開花したみたい で、うん、でなんか台風前だからちょっとなんか道路が危険だから、あの身の危険を感じると、うん、
でなんか竹本さんはなんか地震の前だとかそういうなんか自分に何かが起きそうな時っていうのはお腹が痛くなるらしい、うん、体調不良ね、そう体調不良を訴えるらしくて、いやでもそういうのあると思う、まあ俺もあるけどね、うん、まあ、人によってその感、うん、の感じ方ってのは ねそれぞれ違うから、それでまあそういうわけで今日竹本さんはお休みなん、うん、お休みでまた来週は通常通りも来ますけれども、うん、ヤコの発表会がもう3日前か10月の14日ね、明日本当はもう最終リハーサルだけどできないんだわ、できない、いやだって電車が止まっちゃうから、電車もバスもみんな止まる、移動ができないから、ね、ここに来ることができないから、ね、多分ぶっつけ本番になります。明日13、うん、だって明日、いや月曜日だから発表がね、え、うん、そっか、そう明日は多分どこもお店とかもみんなあれでしょ、休館とか多分いろいろ、ね、ダメなんじゃない、あれ、うん、あそ、え、金発表は月曜日、月曜日でしょ、うん、だから3連休らしいな、俺でも日曜日も、まあ日曜日はまあ午後ぐらいは晴れるんだろうけど抜けてくんだろうけど、通った後だからね、でも分かんないじゃん、そのもし何かがあったら電車がとかさ、復旧してない可能性もあるし、まあ一生懸命みんな練習してるから大丈夫でしょう、そうだから ね発表会は月曜日、皆さん我々メンバーも俳優仲間とかいろんな人間が集まるので、そこだけその列だけ多分おかしい、異様なオーラを放ってると思うんです。それだけ多分ね、線が高いやつがいる。八八さんも来るんだね。八八さんの後ろの席は空席にしておきました。優作さんみたいなのが2人、俺を含めもう1人います来ますんで、あの、まあ、楽しみにしててください。はい、で、ね、この昨日ちょっと佐々木君とか行く前に、あの、ニスを買いに行って、世界堂さんにちょっと額の状況、入荷状況を聞いたら、もう入ってくるみたいなので、うん、だから、入り次第あの学装して、うん、あの順次学装し終わり次第あの配送しますんですいませんっていうことを、はい、を聞いたんで、うん、もうしばらくお待ちください、あのもう龍神様全部出来上がってますんで、はい、それで、この間龍物資と会ってきましてですね、うん、でなぜ会ってきたかというと、うん、あのちょっと物資が、計画してる、うん、まあ、今一緒に俺とあの動いてるんですけど、うん、ちょっとね、あの物資のアンテナショップ に、うん、に120×84 だから、うん、85ぐらいかな、うん、もの85って言っても分かりづらい、120×85 畳半分ぐらいの大きさの額が2つあるわけ、うん、で中に入ってる絵が気に入らないから、うん、これはもう捕獲してほかすから、うん、庄司さんのね、うん、龍神さんを、うん、を描いてほしいって言われて、それで、まあ、描くんですけど、うん、何で描こうかなって、油絵にしようかなと思って、油絵だったら2、3ヶ月かかっちゃうから、うん、そうじゃなくてそのサイズ の龍神さんを、うん、筆も用意して、そう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 、でね、昨日アトリエ見たらね、結構、うん、結構ぶっとくても持ってんだ、これ、うん、あの、まあ、黒光りとか、うん、それ持ってるけどそれ持ってるけど、何気にもうスタンバイできてるでしょ、そう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 、だからね、あの、ただ、うん、紙が、うん、紙の大きさがね、最大サイズいくつかって世界中に気に入ったわけ、あ、そうそう、そのサイズはね、もうね、特注でも作れないってわけよ、一番でかいサイズで、109×78 ぐらいだから、マットかますしかないね、もうだから結局ね、うんうん、だから、まあ、それでも相当でかいから、描く場所どこで描こうかなと思って、アトリエでもこれを、龍神さんがあれしたら、ここで描いても千代が確実に150% 乗っかってくる、千代がなチオの手形とか、あいつ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 、だからね、どうしようかなと、書く場所がちょっとね、でかいから、公開、うん、公開で書いて、どっか町田市役所の前でゲリラ的に書く、
か、だからどういう、まあ、まあ多分筆持ったらまあ勝手にね、うん、どういう類になるのかっていうのはあれするんだろうと思うんだけど、うん、まあ多分、まあ、それをちょっとあのね、でかいね、あの市の資料館とかにも飾る用のやつと、あと全国の、うん、まあ、あのお寺さんに奉納する、うん、するのはもう ほぼほぼ決まってるけど、もう日本中の、この間の、うん、あの長野のやつだったでしょ、あれも詳しく聞いたわけよ、うん、で物資俺に言わないからさって、うん、庄司さんに言うとね、うん、まあ、庄司さんお金取らないとかまた始まるけんね、うん、だからもう黙って書いてもらって、うん、それで奉納した、だからそれは2日にやった、2日にわたってやったって言うんだけど、うんうん、日本 そのお寺あるいろんなお寺さんじゃない、うん、それのトップ のお坊さんばっかり200人集まった。でそれで龍光寺、うん、で物資がそこに四天王の木彫りを奉納してるわけよ、うん、それと一緒に俺の龍神さんとだ物資のあれをダブルでやったわけ、うん、だからすごいことになってるんだね、物資の四天王、物資が彫った四天王、四天王の木彫りのをあれして、うん、そうそれで、まあ、あの久しぶりにアンテナショップに行って松坂も来たのね、うん、そう飯時だから、で、まあ、物資が言ってんのはいいのは、後日5時飯時朝の5時言ったの、今まずまず物資が出かけてたんですよ、物資がさ、この男は本当に不思議な竜がついとるんだ、鼻が利く竜がついとるっつって、飯時になると必ずピタッて合わ、もう示し合わせたかのように来るんだとか余分に買ってるんでしょ、余分で飯食いたんだよね、あ、飯食いた、あの他に、あ、他に何か来てたから、はい、まあ、それでね、あの、まあ、14日の日は物資も来ますんで、もしあの物資に会いたい方いらっしゃいましたら、うん、14日に来れば物資とも会えますんで、うんうん、だから、まあ、終演も早いしね、終演、あ、何、5時開演だから、うん、もう7時にはだいたい7時過ぎには終わっちゃう感じなので、うん、終わっちゃう感じ、うん、そっか、お天気もいいと思います、そう、台風一過でね、もうあれで、だ今回の台風って、うん、そう、すごい上中さんが今心配してるよ、うん、世界中が注目してる今までにない大型台風と言われているけど、うん、関東地方は大丈夫ですか、今はまだ降ってないんだよ ね、あの天気図をさっき見たらね、町田市のね、俺の住んでるところはね、うん、真っ赤っかのマークがついてたから、うん、一番やばいかもしれないね、あれ雨でしょ、雨の、まあ、雨降ってもここは高台だから、うん、まあね、あと伊藤さんが指大丈夫ですか、指ね、これね、今ギブスしてるんですけど、これギブス、これギブス、これ硬いないんだけど、あ、本当だ、待て、これギブスカキンカキン、本当だ、これちゃんと石膏で固まってんの、今それでやつなんで石膏で固まってるから、筆はね、この状態で、一応ね、先生がね、先っちょ、うん、いや、知ってたわけ、先生俺のことは、おあのでね、大切な手なんだから、うん、でだから一応ギブスしたままでも描けるようにって言って指先を開けてくれたわけ、ああ、なるほど、こういうのね、へえ、まあ、ちょっと描きづらいって言ったら描きづらいなんだけど、まあ、でも今の龍神さんはもしかして、うん、怪我中の龍神さんになる、じゃあそんでさ、そうでさ、まだ物資のさ、あの安全ショップ行った時にさ、うん、あの白い石膏の龍なんだろう、あれの人差し指折れてたんだよ、へえ、あのクリーンカラクリカラクリカラクリ、あ、ほら、剣刺して竜が巻いてある、武士の龍神さんの人差し指折れてたね、あれでしょ、あそこの身にならなくていいと思わないよ、そうあれ折れてた、それってバッキリ折れてた、俺の代わりになってくれたのかな、代わりになってくれたっていうか、俺も次の日に行ったんですもんね、病院、そう、俺も折れてた、なんか変なものが入ってたって、うん、あ、そう、そんでね、レントゲン撮ったらやっぱり長年ね、筆持ち続けたことによる色、うん、あ、なんていうの、変形関節症、要はだからもうずっと持ってるから、うん、もう軟骨がすり減っちゃってもう、うん、もうそれプラス曲がっちゃった、状態になってるから、今こう曲がったのをこうまっすぐな状態にしてギブスで止めてるわけ、ここ、うん、あ、矯正が入ってるの、矯正入ってるの、だから一応1ヶ月間はこの状態で、うん、まあ
あの書きづらかったら外していいように、うん、一応このテーピングだけ変えてギブスの型だけは取ってあるわけ。だけどもそれプラス、うん、あれ庄司さん、庄司さんこれ子供の時鉛筆刺しましたかって言うから、あ刺しましたねって言ったら芯が入ってますね。三角形の弾丸みたいな弾丸みたいなの写ってて私もあるよ、うん、子供の時鉛筆で何かやったら、ね、刺さっちゃったっていうかさ、鉛筆はさ必ずナイフ、ボンナイフで削るって言われてたじゃん、うん、そう鉛筆の時代それ昭和昭和何二人して言ってんの俺の頃これだからねないよそんなの。だって俺たちの時は あったけど電動もあったけど電動もあったけど、なんかそうこれでやれって言われたの、なんか学校の先生の指導、そう鉛筆はカッターで削りなさいっていう指導があった。今ってありえないと思うんだけど、それでね親から危ないとか言ってね、のその頃ってあの折りたたみのこうやつあったじゃん、うん、あったあった、ボンナイフね、ボンナイフボンナイフってね、ボンナイフだよ、ボンナイフ、そうそうそう、1個10円ぐらいで、そうその頃ストーブもしかして石炭、石炭じゃないよ石炭はさすがにないって、灯油、うん、だけど俺だからそれで勉強できなくて、うん、で一番前の列だ、先生の教材の前だったわけ、うん、それよりもう、うんね、授業を聞かないからっつって、うん、さらにね一番前列のさらに1個前の、うん、特別席を用意されたわけ。その真横はストーブだったわけよ。そしたら違う、そしたらね、裁縫箱とか定規とかでこうかけてんだ全部溶けてぐにゃぐにゃになってやつはい、まっすぐ引いてくださいって、もう熱すぎちゃってもう俺だけ真っ赤な顔して、もう授業受けて、うん、もう汗ドバドバになって、もう今だったらもうこっち側だけ焼けちゃってる。そうそうそう、でこれなんて、ね、冗談の時でね、うん、もう裁縫箱とか あったじゃない、うんうん、とか定規とかぐにゃぐにゃに曲がった。でその頃の定規って竹じゃなかった、竹の定規とプラスチックが良かった。竹の定規だった。いつの時代それ。昭和でもちろん時はあるっすよ。ロケット鉛筆だと。ロケット鉛筆もあったよ。使っちゃダメだよね。でもあれ1個なくすと使えなかった。ここ出てまたこっちからこう入れるよね。そう、はい、うん、シャーペンでしょ。シャーペンシャーペンじゃないよ。あれの芯がいっぱいこう入ってた。1個ずつなんかロケットの形をしてる。でもあれも1個かけなくなって丸くなっちゃったらもう使えない。こうなってて、先っぽ抜いてこう後ろからサッと出てくるやつだろ。そうだ、あったあったあった。俺それを抜いてパチンコのこういうので人狙ってた。なんか宇宙人の反射があるとか言ってね。宇宙人の反射、庄司さんの頭左側カーテンの反射が宇宙人みたいな。これもんちゃん、これだ、こっちか、これだ、左だから。何や、ここになんかあれだ、電球の多分あれが宇宙人の目みたいに映ってる、うん、いや宇宙人いますからね、うん、それからスーちゃんが来てる。スーちゃん、その話していいの。どうぞ。散歩映画、今ね、実は散歩クッキング、実は散歩映画3分映画っていうのがありましてですね、はい、米子映画事変第9、なんて書いてあるのこれ、第9次、ここにエントリーしますので、そこに3分映画っていうのをあれしてですね、まあ俺監督なの、まあ、はい、監督松坂君でもいい。一応俺監督でちょっと3分間の映画っていうのをちょっと作るんで、それをね、まあスーちゃん、俺が見た宇宙地球が生命体を題材にしたやつをやろうっていうんで、今日ちょっと早めに集まって打ち合わせをしてたんですよ。だからそれが締め切りが27日だっけ。27日必着っていうから、ね、だからそのもうちょっと前だね、うん、にあれするんで、うん、まあ、それもやんなきゃいけないし、ヤコの発表会もあるし、うん、で親父のこともちょっといろいろやんなきゃいけないのと、うん、あと俺は矢沢永吉さんに取り掛かんないと12月の BJ100 回の時に公開できないんで、うん、あそう、でそれでこの怪我じゃ大変だね。大丈夫ですよ、もう気合でやりますね。そんなわけで、まあちょっといいですか、うん、ここに挟まってた鉛筆は抜いたんですか。抜いてない。
入ったまま入ったまま普通入ったままでしょ、うん、昭和だから昭和だから入ったまま昭和だからね抜かないよね昭和ねえなだからもう、そう痛くないんだえ、私もここ入ってる痛くない痛くない青くなんだよ、鉛筆入ると足のここに芯が入って踏んだのよ入れずにみたいになっちゃうねあ、そう、うん、芯入っちゃうそれでおかしいんだ何がいやちょっと何がおかしいの猛獣使い猛獣使えてるからいいじゃんねここに入るあ、大丈夫なのじゃあお父さんもほら神経にちょっとプッてやってあげるからいやいい神経に触ってほら痛いとかえ、だってそういうのないの、まあ、あるのかもしれないそこまでは似てないじゃないですか手前で止まっちゃってる、うん、前は止まってるだから芯が触ってるとバキッと折れちゃってそのまま傷が塞がっちゃったから、うん、そのまんまになっちゃった、ね、あそのまんまなんだ、うん、本当は鉛だからあんま取った方がいいのかもしれないんだけど、うん、あんま体に良くないちょっとまあ指先だからね指先だからそんな問題ないそれも手ちゃんだからうんそうそうそうてっちゃんて失礼しましたはいそういうわけでですね、はい、まあ手ちゃんの手字が違う龍神様はですね、うん、まあ、今月は一応募集は正式にはかけてませんけど、うんあの普通に受付はしてますんでただちょっとガーの何中止にするって言ったじゃん何だろう 中止じゃなくて一応だから来たものは受けますよっていうことよだからそれだってもう龍神さんが決めるから、うん、行き先はもう龍神さんが決めるんだからね行かないところにはどうやったって行かないわけだから、うん、ね一応注文としては止まってるってこと止まってるっていうか、うん、ちょっと学のね、入荷を遅れちゃってるから待たしちゃうのはちょっと俺申し訳ないかなと思って、うんまあ、学が入荷次第またそうそうそうだからだってセールスをかける1ヶ月近く待たしちゃってるからね、うん、もう絵は出来上がってるんだよ、うん、だけど学がね、日本に到着してないからもうどうしようもないじゃない、うん、そればっかりはさ、もうやっぱり、うん、学なしで送るわけいかないから、うんうん、だからちょっとお待ちくださいっていう形まあそれもまあタイミングだからね、うんそういうタイミングで、まあ、龍神さん向かうっていうタイミングがあるから、うんうんうん、だから、まあ、中には、ね、結構いつになったら届くんですかっていう、ねうんうん、人もたまにいるからね、うんうんまあ、そういう人には、まあ、ちょっと、ね、そうしたこういう事情でっていうのを言ってはいるんですけど、だから、まあ、いろんなね、だから今日も本当明日新しいソファーが届く予定だったけど、そうそう、このボロボロから台風のせいで伸びちゃってね、うんうん、結局それもやっぱりね明日の台風だから無理だからさ、うんうん、でも分かりましたっていうしかない物は入ってきたけど配送が配送が無理で台風だから、ね、明日だからなんだろうヤマト便とかも全部止まるって言ってたから、うん、秋尾くんとか今上でたーって言ってもう誰も秋尾のこと知らない、ね、猫も佐川もみんな止まるって、まあ、秋尾くんのことも覚えてないんだよね多分ね昔にいたね、うん、DJ古めもう1年以上辞めてから経つぐらいでしょいなくなっちゃったそうそう天使やってたあの、うん、ボンレスハムみたいな人ね、うん、ここにいつもあのなんだっけタコ糸でこうこうお腹をタコ糸で縛ってた人多分縛ってたそう焼き色がついてる焼き色がついてそうで最近ねちょっとねヤコとね温泉とかね、温泉巡りを週に1回ぐらいしてるのね。温泉って要はスーパー銭湯だけど、そうそう近所の。何パーセントぐらいの？スーパー銭湯。はい、行きましょう。それね。はい。でね、600円か700円ぐらいだな。うん、スーパー銭湯ね。そうそうそう。うん、だけど、どう、なんていうんだろう、ちょっと、いろんやっぱ、もう発表会前で体あっちゃこちゃ痛がってるから、うん、なんかそういったところ行ってなんかちょっと血行を良くしてジェットバスとかああ、うん、一緒に入れるんですか入れない一緒に入れない1時間後に集合集合そうへえいつか行ってもいいよみんなでそこで、うん、飯とかも食えるわけよ、うんうん、だからなんていうの都内っていうか、まあ、一応、ね、ここからそんな遠くないんだけど、うん、一応なんか観光に来た気分になれるみたいなうんうん、うんまあね、ちょっとね。ていうかさ、家のお風呂はやっぱりさ、うん、もう味気ないし、こう狭いし。露天風呂作るわけです。そんなに長時間入れないじゃん。種類があるわけじゃないし。まあね。でもああいうとこ行くと何々風呂とジェットバスがあったりとかさ、うん、
なんとかのヒノキの湯とかいろいろさ、ネコロギ湯とかあるじゃない、うんね、そうするとちょっとずつさ、うんね、5分ぐらい空いたかなと思ったらさっとさっと行くの、そうそうそう、そうするとトータルで45分とか50分ぐらいは使ってられるから、うんいいねうん、だから家のお風呂と違っていいなと思って、うん、その時ってやっぱフルチンなんですか、やめましょう、え、そうだ、その人、この人は、うんそれであの、ね、全部回ったっていうと必ずあの寝転び湯ってあるじゃない、うん、あの 背中の方にシャラシャラシャラってお湯が流れてるだけで、うん、ここら辺はもう全開のやつ、うんうんうん、そこはいかない、なんで激しくね、だから汚い男の ピーがなんかもう全開だから気持ち悪くていけないの、こうやっていくとさ、もうカメラからそっち向くともうこういう状態で、ね、全開だもんね、もう玉がこう2つある状態で変、汚いおっさんがさ寝てるのが見えるわけよ、そんなのさ見たらさもう嫌になっちゃうわけだから、俺結構もう汚いやついっぱいいるの、なんか本当、まあ、俺もその人に見られてる可能性もあるんだけど、ね、なるほどね、からこんな出てさ、もうね、もうへそからもうアフロがボーンみたいなさ、ほんで玉ボーンボーンってしたら、昔ギャランドゥーって言ってたけどね、あ、ギャランドゥーだったね、今ギャランドゥーって言ったら分かんない、うん、でもすごいやっぱマナーとかああいうことと気になりますよ、多分中国人のおばちゃんとか強烈で、背中に自分で、あのヤコもやってるピンクのカッピング、するやつ、そうそう、カッピングあるじゃない、うん、あれをダーとかつけたまま携帯電話、お父さん何とかかかるのってやめてたりとか、もうでっかく携帯電話とかはカメラついてるから、持ってってんの、そう、使用禁止って書いてあるのに、何とかお父さんにやめろ、何とか入ったとかやってんのよ、お風呂入りながら喋ってんの、びっくりだよ、あ、お風呂入りながらやったの、うん、更衣室、着替えの場で、あ、それは脱衣所でアウトだわ、ダメでしょ、うん、盗撮だよ、行くのはいいんだけど、どう、なんつうのかな、もう、なるほど、いやでもさ、うん、見ちゃうじゃない、うん、まあ、いろんな人いるからね、そうだから、うん、あんまり俺的にはなんか、うん、景観が良くない景観だ、じゃあもし婚約だったら景観がいいわけ、いやそれでも人によるでしょ、若ければいい、うん、うん、じゃあお父さんお父さん景観といえば、警官といえば、はい、お父さんの出番です、またいましたよ、どちら、同じところに先週に続き、今ね、あれ、秋の交通安全週間だからね、あれどう言っちゃうんですか、お酒、お酒ね、高速とか走ってるの、俺の車は、うん、一応レーダー探知機と、うん、あと警察探知機、警察探知機も全部ついてるから、うん、どこに警察がいるかも全部わかるわけよ、分かる、警察無線とか全部受信するから、あ、緊急車両が通ったとかも、緊急車両、全部分かる、はいはいはい、うん、であとオービス もちろん分かるし、うん、だから4人ぐらいがちょうどいいじゃん、すごい便利なんだけど、うん、よく喋んのよこの先なんとか、警察違う、レーダーがもうスクール自体ゾーンがどうたらこうたらとか、この先なんで、でこの先をね、これステルスとかいっぱい置いてあるから、ステルス置いてあるから、うん、普通の道路とかでも反応するから、どこなんだろうと思ったら、すんごい変なところに隠してあるわけよ、あ、やってんだ、トラッピングでね、だから夜中とか、うん、多分みんな道すいて信号もね、うん、ほとんど変わってないからバーッと飛ばすから、うん、ね、そこで捕まえるように、うん、に仕掛けてあるんだと思うんだけど、いいね、トレードね、じゃあパワー夫人とトレード、失礼しました、まあ本当にそうだからね、 UFO はいるなぁ、だけど本当にいるよね、いるからね、そう、うん、なるほど、そう、そんな感じでですね、はい、何ですか、声が出る、もう警官には気をつけてください、あれをしたの、何、猫みたいな、猫、どうだろう、ね、警官じゃん、うん、はい、ということで、ということで、松坂、これいいんですか、ん、浜松、あ、浜松、言っとく、ね、浜松、静岡県浜松市、ね、うん、今月の26日に、うん、浜松で、ビーバップファンプラスおよび庄司哲夫のファンの集いみたいなのを企画して、うん、
してる、俺が企画したんじゃなくて、そういうね、もともとは V シネ同好会みたいな、同好会っていうかその愛好家みたいな、うん、だからそういう、なんていうの、サークルみたいなのがあって、それで、まあ、今回ゲストで庄司さん来てもらえませんかっていうんで、うん、いいですよっていうんでね、うん、そこで土曜日なのよ、うん、でも最初は土曜日外してくれてたんだけど、うんうん、普通の、ね、サラリーマンとかそういう、ね、うん、働いてる人が多いから、うん、だからやっぱり次の日休みの方が人数集まるからっていうんで、うんうんうん、土曜日なんともなりませんかっていうから、じゃあ、ね、ついでに浜松で BG チャンネルも生放送 やりつつ、うん、はい、つそのファンの集いというか、うん、もう やりましょうかっていう、うん、そういう意図でやりますので、はい、詳しいことはですね、Facebook に山下久典さんという方がいらっしゃいますので、うん、その人のところでお問い合わせをください、うん、まあ、もしくは俺の Facebook でもお問い合わせしていただいても構いませんが、詳しい場所とか詳細っていうのはまだ俺詳しく聞いてないんで、うん、ただ日にちが今月の26日土曜日夜の7時から、うん、何今氷じゃん、夜の7時から7時からスタートスタートで、でお父さんもいいよ、でお父さん下で行くとか言ってたんだよ、下でも上でも UFO でも行きます上でも上でもさらに上で、松坂は何武士のところで生放送、じゃあどうしようかな、無理やじゃん、ちょっとあれなんですよ今台風でスケジュールがずれるかな、うん、世界選手権、いやまだそこまで行かないですから、そちょっとそのぐらいになるんで、なんとも、じゃあ10月26日は浜松から、浜松から BJ チャンネル中継しますんで、うん、はい、うん、ね、それもまた、ね、ちょっと変わっていいんじゃないの、うん、だから行きたいの行きたいですけど、すごいメンバーで、すごい浜松ないですからね、うん、旅に出かけるとか、旅に出るとかね、うん、泊まりで行くってこと、うん、うちらは車中泊、うちらは一応泊まる、泊まるとか車中泊誰が、俺らなんで俺がホテル泊まって車中泊なんかすごいなんか俺がいじめてるみたいじゃん、っていうか何、え、2人で車に乗るの一緒に、そうそうそう、磯部さんの車って乗れんの、乗れる乗れる、乗られんの、あれガシャーンってやる、そうなの、いやいや浜松あれば安い通るの、ブッシュのキャンピングカー借りてみんなで行く、キャンピングカーで、あ、それもいいね、もう2トンじゃんだったら、でも俺大型免許持ってるから大丈夫、俺だったら、だって別に普通免許で8個もあるので、キャンピングカーって何人でね、え、寝れるだけ、4人寝れるでしょ、楽で、ムッシュの借りもいいね、でも貸してくれますかね、いや、いろいろやっぱ、いやそれ気使うな運転が、運転がそれがちゃんとレンタル料払えばいいんじゃない、ぶつけちゃった時、ぶつけないのまあそういうことで10月26日、10月26日は浜松からお送りしますので、だから、ね、何だかで言ってね、うん、またちょっとここに来てね、いろんな去っていく人が去っていくし、つながってね、うん、密になる人間密になるっていうのは非常にまた変わってきましてですね、うん、まああえては言いませんけど、うん、まあね、はい、例の俺の、ね、あれもう関係ないのでね。はい、あんなバカだと思わなかったんで、うんうん、まあ人はちょっと分かんないね、やっぱりなんだろう、庄司、庄司哲夫っていう名前、うんうん、役者ではそんなに名前と、まあ、知る人ぞ知るかもしれないけど、絵の世界で一応名前通ってるから、うん、やっぱり利用しようとする人間も出てくるし、ね、それによって、その名前によって、ね、あ、そういう人だったら、うん、じゃあ協力しましょうなんていうね、そういう詐欺みたいなこと やってるくるバカがいたから、まあ、うん、まあ、波紋にしたんですけどね、うんうん、だから、うん、まあ、で、ただ、その前にね、やっぱり常識がないからね、大体もう、そのね、うん、仏、神様の飾のね、お寺さんの前でね、タバコを吸うってそこ自体も非常識なわけよ、そんなやつは俺の弟子だとかね、弟子候補だね、うん、とかね、門下生であるとしても、うん、そういった人間はね、もう俺の名前も恥になるし、うん、俺の名前恥じるイコールワイジップとレンブラントを汚すことになるから、うん、ね、そういう人間は俺いらないわけですよ、うん、だから、うん、まあね、俺の指見れば分かると思うけど、うん、
やっぱり絵っていうのはそんな思ってるほど楽な商売じゃないのね。だから俺は体鍛えてるっていうのもやっぱり筆を持ち続けるだけの腕力と体力が必要だからずっと体鍛えてるっていうのもあるしっていうのがあるから、まあ特に肖像画っていうのは本当に難しいし大変なこと。そうだね、うん、でやっぱり佐賀君みたいなああいうね役者の天才と話をしてるとやっぱりお互いがやっぱりなんていうのリスペクトし合うから、うん、もう相乗効果ですごいことになってくるわけよ、うん、だから昨日もなんだかんだてっぺん回ったからね。てっぺんっていうのは12時ってことね、業界用語で、うん、ね、12時回って、うん、それでさっきの帰りの話でしょ。だけども家に着いたのは、ね、途中ね普通だったら高速を降りちゃってまた回ってきたらさ20分か30分ロスしてるわけ、うんうん、だけども、うん、佐賀君のところから俺ん家ま で、うん、で1時間かかってんの帰ってきてる。夜中だからね。夜中って寝てたからあるけど時間計算が合わないんだって。だって普通に帰ったってそのぐらいかかるのに途中だって高速乗ってまた降りちゃって佐賀君のところに行ってからまた高速に戻ってんだから。行ったの本当に。行った行った。だから俺だって俺のドライブレコーダー再生してみればいいよ。あ、それがいいね。だからやろう。やらやら。で、庄司さんの肖像画ってこう営業かけてお客さん、俺の肖像画、庄司さん描く肖像画、例えばあの松坂君の肖像画みたいな。いやね、まあ受ける、受けるけど高いですよ。受けるけど肖像画に関しては正規の金額もらえます、うん、そうだね、うん。あの龍神さんはあの、ね、学装込みで3万、うん、3万でやってますけど、うん、肖像画に関しては527万円の正規の金額になっちゃうから、うんうん、まあ、安くしてもやっぱり100万単位の金額が、まあ大きさね、発生するしね、うんうん、それとやっぱり、うん、肖像画に関してはね、やっぱその、ね、人の人生の一番いい部分を残したいと俺思ってるから、やっぱり筆を持ってこの人を肖像画にしたいなと思う人間じゃないとやっぱり誰でも受けるわけじゃないのよ。なるほど、うん、だから昔さ、あのなんだっけ、どっかのさ、料亭のおかみさんいたじゃん、吉兆、吉兆、名前出してもいいのかな。そう、あ、言っちゃいけなかったの。わかんないわかんない、もう時効だからいいね、うん、の、うん、の、まあ、側近みたいな人がね、来て本人を、まあ、その吉兆のおかみさんは知らないのかもしれないけれどもね、依頼が来たんだ。来たのよ。だけどもその事件がこうあった後だったから、その写真を見た時にやっぱりもうその、なんて言うんだろう、もう顔に出ちゃってるわけよ、その人の人生が。だから、金はね、もう現ナマでもうこんなドーンって持ってきてるわけよ。先生お願いしますみたいな。そうそうそう。だけども、申し訳ないけど、ね、今の、ね、俺が書いたら、うん、この一番ね、うん、最悪の状態の顔、うん、になってしまうから、うん、もし書くんであれば、ね、心を入れ替えて、ちゃんとした状態で改めて来てくれと。うん、なるほどね。うん、だから今ね、そうやって依頼してくれるのはありがたいことなんだけどね、うん、だけどやっぱりその俺は書く前に、うん、例えば、ね、磯部さん書くとしたら、うん、磯部さんっていう人間はどういう人生を歩んできたかっていうのを全部調べるわけ、とりあえず、うん、リサーチして、うん、で例えばクイーンだったらクイーンは、ね、何年に生まれてどういう人生 で、どういう人生を送ってきて、うん、一般の人でもある程度聞くよ。だからどういう人生を送ってきたんですかってそのままリサーチするじゃん。なるほど、ね、刑務所に入ったことあるんですかとかでも全部全て含めてそれで心を見るね。それで一番、うん、その人の人生の中で輝いてる瞬間を絵の中に閉じ込めるっていうのが俺の仕事だから、うん、なるほどね、うん、ただ似てるだけとか、ね、うん、そういうレベルじゃないわけ。写真そっくりとか写真と全く寸分狂わずに描けって言うんだったら描くけど、うん、俺は写真と全く同じは絶対描かないわけ、うん、だから写真を超える絵を描くっていうのが、うん、やっぱり肖像画の真髄だから。そこだよね。写真をそのまま描くんだったら写真でいいじゃん。そうだよねっていう話なわけ。そうだ、写真とね比べて、うん、ね、0.1 ミリも狂わずに描けてやったら俺は描けるわけ、うん、でもそれじゃつまんないから、うん、写真は基本あるけども、うん、あのクイーンだって元の写真はちゃんとあるわけよ、うん、だけどその元の写真と並べたら全然違うからね、うん、どっちがいいって言ったら絶対絵の方がいいっていうから。そうだよね。そう
こだよね、そこが価値があるんだよね。だからそれ を表現できるにはやっぱり最低300枚から500枚ぐらい肖像画描かないと、その人の人生を絵の中に表現に描けないよね。それは何が違うかって言われてもちょっと俺もちょっと難しくて分かんないんだけど、描いてる本人でやっぱ体で覚えるしかないわけよ。だから描いててある段階まで来た瞬間に、あ、血が変わったなって、これで生きてきたって言った瞬間にもう本当、絵が生き生きするわけ。なるほど。その血が通るまでの、来るまでが、とにかくアトリエから帰ってきて 寝てても30分後ぐらいにパッて目覚めてまたアトリエに戻ったりするわけ、ここがやっぱ気に入らないって言って、絵がさ、ここを直してくれって言ってくるわけ。だからもう血が通るまではもうね、本当まともに寝てらんないね。そんぐらいやっぱ体力も集中力も必要なのが肖像画だから、だから簡単には描けないっていうのと、簡単には手を出せない。なるほど。まあ早ければ選ばさせてもらうと、そういうことがあるけどね。そうです。だけど、出来上がったらすごいね。出来上がったらそれはもうやっぱりね、超一流どころじゃないね。そこら辺の画家とは一緒にしてほしくない。それだけやっぱの自負があるし。だから俺の中ではやっぱりね、俺を超える画家とか、親父も言ってたけど、俺以上の画家と出会ってみたい。でも出会いてはならない。私を超える画家がいたら困る。でも出会ってみたいっていうずっと親父言ってた。だから最後の親父は、俺がもう、二代目っていうか、親父の後継いで、技術を継いで死んでたんだけど、その時にはやっぱり嬉しそうだったね。そうだね、だから本当人生は悔いないって言って、だからまあ、死んでもお前と同化するから、だからレンブランドと俺が生涯のお前の師匠だからって言って、だからそれの意思を引き継げってなって、やっぱレンブランドのね、エルミタージ美術館から、正式後継者っていう認定された時は嬉しかった。だね、俺 のやらなきゃいけないことっていうのは、ルーブル美術館のモナリザの隣のワイジの絵、でエルミタージュ美術館のレンブランドの横に俺の絵を展示する、っていうのが俺の使命。まあプラド美術館でも俺の絵は入るの決まってるけれども、プラド美術館にはレンブランドないから、あるのかなわかんないけど、だからまあプラド美術館には、まあ、収蔵は決まってますけど、俺の最終目標はエルミタージュ美術館にのレンブランドとダヴィンチの横に親父と俺の絵を永久展示するっていうのが最終目標だね。それに向けて、絵を描くと。描く。そうです。死ねないってことだね、そこまで。そこまで死ねないね。それが誰の絵になるのか分かんないけど。あるね、それね。坂井君とかのマルゴちゃんもね、描こうと思って。つぼ生やして。かわいいな、またすごいなんかしないから、いや、ここの前、翔さんがその、フェイスブックでね、そこら辺のお話しされてたんで、親父の、長いよ、フェイスブック。いや、でも長いけどね、長くなるわ、あれは長くなる。あれでも全然もう超短編。長えよ、長えよ。長くて嫌な人は読まなきゃいいだけの話なの。私は読まないけどね。もう30回ぐらい聞いてた。30回聞いて。いや、でもすごいよね。すごいね。おやじの人生はね、やっぱりね、なんだろう、あんなドラマティックな人生を送った人いないと思う。お風呂行くじゃん。いつ今。どこでみんなで。今日、いい風呂の日11日だ。休いんだよ。11月26日違う。違うよ。毎月11日と26日はいい風呂の日だから。風呂の日は休いんだ。安いのか。安いよっていう生活になったのね。というわけでですね、あと松坂君の怖い話、松坂も最近怖い話で有名だったよ。あれいつだっけ、明日本公演のやるよな。DVD 撮ってもらえ。何何の本当にあった怖い話。明日やるから。出んの。出ないですよ。出るんだ。そのうちオファーが来るかもしれない。あれホラーだったらリアクションいけますよ。あのホラーの
ああいう本当なあのなんつうんですか。本コアの後ろの方が。ああいうなんか。俺だと俺の方が。俺ホラー映画はね全部断ってんの。怖いから。断ってるっていうのもね、あれね、ホラー映画、ホラー映画とか撮るとね、ろくなことないから。らしいっすよね。本当にマジでカメラ止まったりとか、いっぱいあったから俺もだからもうやんない。ホラー映画のこと、ホラー映画は断る。はい。はい、なので、マッツンの怖い話、どうぞ。どれ行こうかな。あ、じゃあいいわ。あの、時間25分ありますから。大丈夫、ちょうどぐらいで終わるぐらいの話っすよ。まあ、どれ、あ、じゃあいいや。ちょっと7分ぐらいで終わるな。ダブリはなしよ。なし、大体です。あの友達とこの前よく、うん、心霊スポット前話した、うん、行くやつよくそいつと2人で行ったんですよ。ダムの方、うん、でそいつとたまたま2人いて、うん、でたまたま俺なんであそこの県にいたんだか分かんないですけど、うんうん、違う県にいて、うん、そしたらそいつがポスト確かさここら辺でさ、うん、トンネル向かってさ、うん、で心霊スポットあって聞いたよねっつって、うん、あ確か俺なんか聞いたなっつって、うんうん、せっかくここまで来たから行かねって話になって、意外と場所を知ってるんだね。やっぱその時って携帯でインターネットないから、うん、口コミがすごいんですよ。ガラケーしかないの。それ記憶してたの、うん、あと本ですか。あコンビニとかには置いてある怖い話、夏になると。でそれでえじゃあ行くかっつっても、うん、ナビがないから、うん、でもここら辺じゃねえかっつった時に、うん、たまたまコンビニ寄って、うん、したらとりあえず一服してるから そいつはいなかったっす。そいつはなかったっす。したら探してきたよ。したら二人女の子がいて、うん、結構九時ぐらいだったんで、うん、ちょっとヤンキー系の女の子だったのかな、うん、二人の。でちょっと聞いてみようかって、こういうやつだったら知ってんじゃねえ場所って。で聞いたらヤンキーだから、ヤンキー同士。そうそうそう。したらヤンキー同士。俺は違いますよ。いやそうだろ、違います。違う。だからあ知ってるって言って、場所知ってるよって言うから、うん、で、うん、面白いやつに、なんか知ってるってよって言ったら、うんうん、あら、もあれガストで飯を送るから連れてってくんねって言ったら、いいって言ったら、あそこのガスト、どうせ帰ってここも絶対送ってきた時にガストで飯食わせるから、うんうんうん、ちょっとあの連れてってくんねえかって言ったら、おいいよって、みちゃんでしてくれる、それぞれいいよって言って、うん、別にこれ怪しくないからって、うんうん、で行って、ヤンキーのお姉ちゃんとね、ここって。この本、このトンネルかっつって、うん、で、こうやって見てたら、うん、いるんですよ。いるの？じゃあ遠くから人がいるんですよ、うん、逆サイドまで見えた。あ、トンネルが見えたって向こう側が見えるの？まあ見えるんですけど、うん、人もいるんですよ。うん、そう、人間じゃなくて、戦略じゃなくて。いや、わかんないですよ、うん、で、こうやって見ると、うん、あ、いたいたいたっつって、うん、最初俺もう先客なと思ったんですよ、うんうん、でもこんな山高にこの時間にで、とても面白いやつは、うん、いや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 でも違うよって最初、うんうん、いやでもいるなって、うん、でちょっと行くかっつって4人って言ったら、うん、その女の子も一緒に来たんですか。うん、その子たちも、うん、いやこれちょっと待って、そのトンネルって車で行ける？え、行けますよ、行けますよ。で、車で行ったの？はい。車で…で、降りて。降りて、はい、歩いてたの？歩いて。おぉ。で、最初3分の1ぐらいまで行ったら、うん、なんかいるよ。あ、3分の1ぐらいまで見えた。そうそう、つって、はい、やばいよ、つって、で、結局、ちょっと危ねえからやめるかってなったんですよ、うんうん、もしかして本当にあれだったらやばいから、つって、うん、じゃあ帰るか、つって帰って、送ってってガスト、うんで、飯食わして、うん、ありがとうございましたっつって帰ってって、うん、で、そっから3日ぐらいしたら、うん、その訓練してたやつ、うん、思いっきり事故っつって思いっきり事故って車入っちゃう、うん、で、仕事で怪我、うん、もうほんと最悪だったよ、で、音信不通。あ、音信不通。そっからまあ連絡取るんで、もう添えるっていう話なんで、うん、その人とはその話は1回だけなの、その恐怖体験みたいな。そうなんですね。まあ今ちょこちょこ、だそいつもまた別のやつなんですけど、そいつも好きな、まあ、俺らの時ってやっぱそういう不思議体験しか遊ぶもんがなかったんで、途中まで帰ってもらうと連絡して送ればいいんだけど、以上です。いや、そういうことでね、皆さんあんまそういうとこ行かない方がいいですよ。ちなみにそれって何県なの？
らいだと思う。多いね、そこら辺ね。多いっすよ。栃木と群馬の間、結構山の中じゃん。そう、ね、結構、他でも行ってる、やっぱ今でもそこ出るって言ってる、ね、人も多いっすね、今でも。なんとか鉱山とかあるの、あっちの方。ああ、なるほどね。らしいです。そういうところあるんだ。はい。今度あのマッツの怖い話、後追い旅行みたいなやるツアー。何さそれ。まあちょっともうあと自分体験はあんま問題ないんで、次ちょっと友達が知ってる友達ネタ？ネタがあるんで、はいはいはい。ちょっとそれ一つめちゃめちゃ怖いのあるんで。今度ぜひ。確認。いやもう聞いてた三五、うん、人で聞いてて。うん、この話は俺が今まで怖い話聞いてたので一番怖いです。本当にテレビなんて日じゃないです。テレビ日じゃない、日じゃないです。あ、申し訳ないですけど俺が今まで来たこれは。じゃあなんかタオルとか用意した方がいいんですか。いやいや、でもこれは本当にマジで初めて全身全員が鳥肌立ったっていう。ちょっと今度はこれから冬になるからね、ちょっと楽しみにしてください。寒いのは大変かもしれないけど、はい、はい、ということで、すごい、ぴったりだよ。ぴったり8時じゃん。あと30秒残してる。8時だよ、終了。でんでけでん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 。そうか、1時間早かったです。そうか、そうか、そうか。じゃあ、ヤコさん、じゃあ、この、ん？宣伝しよう。さっき言ったよね。さっき言った。10月14日、月曜日の祝日です。町田市民ホール、4時半、会場。5時開演です、うん、お待ちしております、はい、ぜひお声かけください、はい、というわけで BJ チャンネルボリューム91は、ここら辺で終わりにしたいと思います、はい、本日は竹本さんはお休みでございました、はい、これから台風来るらしいんですが、皆様お気をつけください。お気をつけください、はい、というよりもここら辺が一番危ないらしいんだけどね。もう分かんないよ、まあ、だからね、今ね僕ね、うん、東にそれてくれってやってるんです、うんうん、東に、うん、そうするとそれ、うん、今徐々にそれてきてる、うん、だからもしかしたら、ほら、あの千葉のところ前の台風すごい影響あったでしょ、うん、屋根開いちゃった人がね、ここから下にグーって行かせるのができない。ここはちょっと無理だけど東にずれてくれれば中心にこれってあれ見る限りあれ直だったら本当にやばいでしょ。えらいこっちゃでしょ。ちょっとでも今のだったらもろに来るよ。ちょっとでもずれてくれれば、台風の中心の左側だから、うん、まあ、雨風は強いかもしれないけど、うん、中心より右側よりは全然被害は少ないと思う。なるほど、うん、だから皆さんもぜひちょっとの間だけでも東にずれてねって思ってもらえるとありがたいかなと、うん、とりあえず気をつけた方がいいってことですよね。いや、もちろん気をつけなきゃいけないですけどね。はい、あ、加藤くん、ごめん、なのに荷物届いたけどね、俺間違って開けちゃったから、あと送り直すからごめんね。伝言です。はい、ということで、よろしいでしょうか。というわけで、BJ チャンネルボリューム91、ここら辺で終わりにしたいと思います。はい、また来週よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。はい、家の邪魔？首おかしくなりません？いいじゃん。いや、だっておへそあっち向いてるの、顔こっち向いてる。19人ぐらい来てますよね、チキンが。どうね、見に、あ、見に、本当に10人ぐらいしかないかな。はい、それでは、ね、来ますね、よかったら使ってくださいだって、加藤さん、何使ってください。いや、戻します、ごめん、言われてた、何これって言われてたんだけどね、間違って、はいはい、俺のと住所の、ま、登録したままね、俺のところにね送っちゃったらしい。アマゾン、そう、アマゾンで、俺こんなの頼んだ方がいいなと思って、あ、そういえば加藤君なんか、そういえば間違って俺のとこ送ったからなんか受け取り拒否してくれって言ったなと思ったけど、もうすでに郵便局行っちゃった後だったから、後で俺が送り直しますんで、すいません、はい、いつも猫のご飯送ってくれてるんで。ああ、そうなんですね、ありがとうございます。はい、それではまた、はい、次の土曜日ね、次の土曜日、明日はない、明日は、明日はないんでね、うん、はい、もしかしたら臨時で放送するかも、一人ぼっちのBJ BJ シャンプーBJ シャンプー BJ シャンプーやるの、私が撮るってこと、まあ、消してないの、消してないよ。じゃあ私さやるの、ここから撮っていい、悪いけど、いいよ、外でさ
いや俺ね一つねこれね不謹慎な話なんだけど小学校からの夢があって台風の雨 の中でシャンプーリンスができるかというねのを俺小学校で本当にやったわけよ。やったんだ。だけどどうできなかった。あの直撃食らわなかったから、うんうんうん、で親に何やバカなんだよって言って思いっきりはたかれたりしたんだけど天然シャワーみたいな感じ。そうそうそう、うん、で今回いけそうな気がするからやる、うん何松坂止まるってこと変わりますよもうやばいっすか台風って何まだ、あ、今日はまだ日曜日に帰るでしょしたらまた月曜日ここちょっくるじゃないですかじゃあもう来ないで2日間止まるから2日寝とけばいいはいということではい、はい、ありがとうございました、はい失礼します、はい